Velia versus Slayer. Get ready to roll.何かに迷っているようだね。余計なお世話よ。私もザトウ君の意見に賛成だ。君は戦うべきではない。足手まとい？失礼を承知で言おう。その通りだ。君の言う通り、我々に大義などない。こんなことに君を付き合わせてその身を危険にさらせば、我々は皆本来の力を出し切れない。負けるにしても言い訳をしたくないのがバカな男どもの考え方でね。どうやらその迷いに一つの回答を提供できるかもしれない。え？構えたまえ。悪いの、本当に手加減はしないよ。 Heaven or Hell Duel 1 Let's Rock ハッハッハッまだ一手は伸びたな。この一服より時間がかからんとはね。ミリア、ルーゼン。デュオ、デュオ、スリー、キープオンロック。まだ一手は伸びたな。当たるなよ。軽く、まだ一手は伸びたな。軽く、軽く、まだ一手。不用意だな。不用意だな。ジャリアヤン。It's not over yet. It's not over yet. Counter.これが本当のスレイヤー。手加減をしないなんて言っておいて、まるで本気で戦わなかった。確かに私は全力ではなかった。しかし本当に手加減はしなかったよ。それは君が一番理解しているのではないかね。見事なもので、私はこの戦いで嫌というほどあなたとの実力差を感じ取ったわ。まるで当てつけるかのように私の攻撃をすまし顔で全て受け切って。そうね、私は足手まといだわ。違うだろう。え？君は感じたはずだ。私に攻撃が通じないと分かった時何を思った？素直になりたまえ。もしも君が本当に普通を取り戻したいと思うのならね。そしてその覚悟が本物だとしたら、もはや私は君の生き方に口を出したりはしないよ。私は
私は置いていかれたくないと思った。やっと理解できた。結局私にとっての普通は組織にしかないのだと。私の魂が帰ってきたと感じられるのはそこしかない。それがたとえ忌むべき場所であったとしても、そこで関わった人、過ごした時間、生まれた情を全てなかったことにはできない。そして背負うべき罪も。でももうあの暗闇に戻ることはできない。だから私は誰かが帰ってこれる場所を作る。私がアサシン組織の次期首領だ。